はい、ということでこちらが今年の僕の目標です。皆さんこんにちは、人生横ぶりだ。ヘイヤ。はい、ということで皆さん2023年明けましておめでとうございます。はい、昨年は本当にありがとうございました。2023年私ヒロゲーをどうぞよろしくお願いします。はい、ということで新年一発目の動画は毎年恒例の今年の目標動画です。とりあえず今年は去年みたいにならないようにはします。はい、こちらが去年の4つの目標です。ちなみに去年の4つの目標は全部達成できませんでした。1番については、まあ、学科受かったんで、まあ、半分ぐらいかなって思います。はい、ということで2023年の目標は全部で7つにしました。まず1つ目はこちら。2級建築士の製図試験に合格することです。去年ようやく学科受かって製図もしっかり勉強したんですけど、製図試験がダメだったので、今年こそは製図絶対受かって2級建築士を取りたいです。ちなみに製図からの合格の方が高いので、課題発表されるまでは基本要素をしっかり押さえたいと思います。そして2つ目はこちら。チャンネル登録者を月10人以上増やすことです。今チャンネル登録者数が570人ちょっとなんですけど、まあとりあえず月10人ペースでいっとけば年間100人以上は増えると思ってますので、まあとりあえず月に10人以上は登録者を増やしたいと思います。そして3つ目はこちら。週に3本以上かつ月間10本以上動画を出すことです。これちょっと僕ごとであるんですけど、僕動画1本作るのにめちゃくちゃ時間かかってるので、今年こそは月に10本以上は動画作ろうと決めました。まあそのためにはいろいろ編集作業の効率化とか時間をうまいこと使って動画に回したいと思っております。続いて4つ目はこちら。 JBF に参加することです。はい、年末の動画で僕は JBF に参加することがほぼ決まりました。グループ名はグループアフロという名前のグループで参加します。続いて5つ目はこちら。1日30分以上勉強する、もしくは読書をするです。いつかは一級建築士とか結構難しい資格に挑戦したいので、まあ勉強する習慣を癖づけようということで1日30分は勉強したいと思います。もし勉強する内容とかがなかったら適当に図書館行って本借りて、まあそれを読もうかなって考えております。続いて6つ目はこちら。断捨離をするです。僕高校生の時に買ったおもちゃとかがもうめちゃくちゃあって、まあ、全然遊ばなくなったものもあるので、まあそれをできるだけ今年は断捨離したいと考えております。ちなみに目標は5万円以上稼ぐことです。僕の家にあるものでもう1個でまあ2万円超えるものが結構ありますので、もしかしたらこの目標達成しちゃうかもしれません。そして最後7つ目はこちら。レゴの作品で100いいね以上もらうことです。とりあえずレゴの動画じゃなくて作品も作ろうということで、100いいねもらえたらまあ大したものだなって思って今回は100いいねにしました。毎週土曜日に行われるレゴ版ファンビルド、あれも今年は積極的に出そうかなって思ってます。はい、ということでこちらが今年の僕の目標です。今年については目標を多くして、さらに確実に達成できるものを作りました。でさらに言うと、今年については2級建築士の学科を受けなくて製図試験から受験ができますので、動画作りや作品作りに結構時間を使えることができますので、目標は頑張ったら半分以上は達成できるんじゃないかなって思っております。はい、ということで2023年も私ヒロゲーをよろしくお願いします。そして今年の7つの目標も頑張って達成したいと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。